キラウエア米軍キャンプへの入り口キラウエア米軍キャンプの受付土曜日に開催されるキラウエア米軍キャンプのウォーキングツアー土曜日に開催されるキラウエア米軍キャンプのウォーキングツアーキラウエア米軍キャンプはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のキラウエア火山を中心とするハワイ火山国立公園にある米軍キャンプで元々は軍人予備役の休養施設であるが 太平洋戦争中は日系人強制収容所の一つでもあり、現在は食堂、宿泊施設を利用した様々な一般人活動にも開放されている。1916年、ビショップエステートが所有する土地に、広のビジネスマンたちによって、軍人の休養所及び周平訓練の場として設立されて利用が始まった。同年に8月に、 ハワイ火山国立公園が設立され、11月には正式に開所式が行われた。1921年には土地利用権は国立公園局に移り、同年にキャンプの施設管理は陸軍に移管された。1922年までにここで休養した軍人は5000人に上っている。その後、高級的なゲストハウス、郵便局、パン屋、理髪店、 電気設備、給水設備なども設置された。1940年代になり太平洋戦争中は、ここはハワイで17カ所設立された日系人強制収容所の一つとなっている。各収容者は広の司法施設に呼び出されて尋問を受け、疑わしいと判断されたものはさらにアメリカ本土にある強制収容所へ送られた。ハワイではアメリカ本土と違い、 日系人全体が収容所へ送られることはなく、日系人社会の有力者などのみが収容されて、ここには常時約100人の日系人が収容されていたと言われる。その他の、そうしたハワイでの収容所の主なものには、この折り売り抑留キャンプ、サンドアイランド、ハイク、カラヘオがあった。この軍施設へは、有名人も訪れていて、後にアメリカ合衆国大統領になる。 ドワイト・ディ・アイゼンハワーも1946年にここへ来ている。2011年、アメリカ国防省のハレコアホテルが所有する米軍レクリエーションセンター3カ所の一つとなった。現在は軍人、余毒の好みも多様化しているので、教育及び NPO 関係のアメリカ市民へも食堂、宿泊施設を利用した様々な活動にも開放されている。 KMC は、ハワイ州道11号線上にあり、ハワイ島東,東部の大都会であるヒロからは南西に、ケアーウを通り、ヒロからの距離が約28マイルのところにある、ハワイ火山国立公園入り口を過ぎて、すぐ左手にある。ハワイ島西部の粉からは、距離は95マイルのところである。国立公園の中からは、公園入り口へ入って、ビジターセンターを過ぎて、 晴れまうまう加工観察所へ行く道で蒸気吹き出し口を過ぎてすぐ右手にある。ありがとうございます。